本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台、岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。
確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。誰？この時間にどうして？まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼女は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ一般寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。なんていうか趣味っていうか、あ、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん弾が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は3階に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？え、署名？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？ごめん、気にしないで。じゃあ、私は行くね。いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール。珍しいでしょ？特にここ。海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら見えてきた。おはよう。おはよう。さ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから詳しいことはそこでね。以上、ハミでした。何かわからないこととかある？掲示板に貼ってあると思うよ。私もまだ見てないからわかんないけど、昨日の夜いろいろ見たでしょ。あれ他の人には言わないでね。じゃあね。
違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国務課主任の鳥海です。よろしくね。あら、礼儀正しいのね。そういう女の子って素敵よ。クラス分けも見た？あなたは私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品しかるの蓄音紙という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、しましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ転校生。なんだよ、そんなびっくりすんなって。もこれは伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。だから不安がってないかなってさ。まったく相変わらずだね。女の子とミリア慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。友達、あたしか。よかった、同じクラスでさ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。仲間に入れてくれよ。てか、二人って知り合いかなんか？初日から一緒に登校したって聞いてさ。レベル高いのが並んじゃって、噂の的だったんだぜ。もうそういうのやめてよね。噂噂ってめんどくさいな。私はともかくこの子は転校したてなんだよ。いろいろ言ってかわいそうとか思わないのかな。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、純平、この子に手出したりしないでよ。あの方保護者か何か？ああ、言っとくけどマジでやましいつもりはないからさ。なんか困ったこととかあったらいつでも相談してくれよな。じゃあこれからよろしくな。おーおー、走ってんな運動部。あ、部活のことってなんか聞いたか？女子の部活もあるからさ、興味あったら入ってみ。新規入部ってことになるからまだもうちょっと後だけどな、入れるの。君か、おかえり。Sweet.
ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ。それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なーに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ。遊びじゃないんだぞ。なるほど、彼女か。やあ、こんばんは。私は育月修二。君らの学園の理事長をしているものだ。育月。言いにくいだろ。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるか？なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい？あ、竹馬くん。そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいい。他に質問はあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に質問はあるかい？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。そうしないとお肌にも悪いしな。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼなんちゃって。ごめんね。お疲れ様。どうだい、彼女の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼女は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。KJ Presents The Bay Happy Tuners。 来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。
だったか。彼女は平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの掛け時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があることすら感じない。じゃあ彼女は？見ての通り、彼女に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼女は今ちゃんと掛け時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃やつらの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。さてここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。ここの住人はもう一人おりますが、今はあいにく席を外しておりましてな。後ほど改めてご挨拶いたしましょう。またお会いしましょう。うちの生徒が結構いるんだ。カラオケとか CD ショップとかあるし、あと美味しいカフェもあるからさ。クラブもあるんだけど、さすがにそれはね。君か、おかえり。
どうだい、様子は。昨夜と同じです。ふむふむ、やはり興味深いね、彼女は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼女はクラスメートだそうじゃないか。同学年で、しかも女の子が仲間になったら、君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。秋彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、やつらなのか。はい、ただ普通のやつでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹場、君は上にいる彼女を起こして裏から逃がすんだ。え、先輩たちは。ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。やつらの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け竹場。わかりました。起きて。ごめん、勝手に入るよ。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐここから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。私についてきて。よし、ここまで来れば。竹馬、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。何今の。なんか来る。上よ、上に急いで。いた、屋上だ。なんだ、あの巨大なシャドウは。いつら、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウ。そうだ、戦わなきゃ。そうか、私だってできるんだから。行くよ。
を。まだ動いてる。再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時まで、ごきげんよう。気がついた。気分はどう？よかった。やっと起きたよ。本気で心配したんだから。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。あの力はペルソナって呼ばれてる。それにあなたが倒した怪物はシャドウ。私たちの戦ってる敵よ。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、
この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのもそういうわけ。最も怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。あのさ、私のことゆかりでいいからね。女同士だし、その仲良くしようね。じゃあね。いや、来たね。体の方は大丈夫そうで何よりだ。女の子に万一のことがあったらって心配したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でも、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。ああ、そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、
止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと、あれは影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。気持ちはわかるよ。突然こんなこと言われたってそりゃね。でも影時間は毎晩必ずやってくる。深夜0時にね、今夜も、そしてこの先もだ。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を喰らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ、シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いや感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。やあ、元気かい？僕はいつだって君のそばにいるよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。お礼言われちゃったな。どういたしましてって言うんだよね。終わりのことは実は僕にもはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。
君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おういいか。今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることがある。詳しい説明はその時に。じゃあ伝えたぞ。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に本当に嫌いとかじゃないからね。キリジョー先輩のこと。純平ってほんといらんことばっか言うよね。しかも言うことなすこと親父でしょ。歩くセクハラかっつーのマジで。去年もさ、お帰り。待ってたぞ。紹介しておこう。え？おい、まだか。ちょっと待って。重っ。どうもっす。純平？なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって嘘。何かの間違いでしょ？この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちも力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、恥ずかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？ならいいんだけどさ。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。君たちもそうだって聞かされた時はさ。でも知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、君たちも俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろう。女の子たちだけじゃ怖いもんな。まあね。よろしくな。だろう。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし、大体戦力も整ってきた。これで始められそうだ。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけど、最近トントン拍子に仲間が増えて今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。タル？なんすかそれ。タルタロスよ。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いよ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？
明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残るよ。どうせほらペルソナ出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。分からなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。明彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。すげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで。新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺お前がやれ。女の子っすよ。けどもう実戦経験してるから。え？マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹馬もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが、今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あの扉はここへの入り口です。
もっともあなた以外には見えぬものですがね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますが、次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。それから以前お話ししましたかな、もう一人のここの住人のことを。さて、あなたにはどのような姿が見えますかな。なるほど、ではご挨拶させましょうか。テオドアと申します。テオとお呼びください。以後お見知りおきを。この者もあなたへの手助けをすることになりましょう。では再び見える時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。は？扉？どこぞに？夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。まあここは一つ俺っちに頼ってもらって構わないけどな。ついてくからさ、とにかく行こう。